久しぶりです。まずは長い間 YouTube をねお休みしてご心配をおかけしてしまい本当にすいませんでした。とりあえず生存確認ということで私もふーちゃんもちゃんと元気に生きておりますのでご安心ください。今日からまたね YouTube を再開させていただけたらなと思っているんですけど、ふーちゃんそこはダメや。今日からねまた YouTube 再開させていただけたらなと思っているんですけど、今日はその1本目の動画としてずっと YouTube 再開してくれるの待ってるよみたいな感じでこういろいろな言葉をかけてくださった方とか、大丈夫なのかなって心配してくださってた方とか、本当いろんな方々にですね本当に申し訳ないなっていう気持ちと感謝の気持ちといろんな気持ちがあるんですけど、少しでもね私の今のそういう気持ちが伝わればいいなということで、きちんと包み隠さずお話できたらなと思っております。ちょっとね長くなってしまうかもしれないんですけど、よかったらね聞いてもらえると嬉しいです。まずどうしてこんなに長期間ね動画をお休みしてしまったのか理由についてなんですけど、まあ、簡単に言えば病んでました。こう心身ともにねちょっとバランスを崩してしまったと言いますか、多分コロナ禍っていうのも関係はしてるんだろうなって思ってて、なんか割と最近他の結構有名な YouTuber さんとか芸能人の方でもこうお休みしている方とかよく見かけるなって思ってて、もしかしたらね自分がそういう風になったからそういうのを意識的に感じるようになってすごいそう感じてるだけかもしれないんですけど、でもやっぱりこう世の中のこうちょっとしたね閉塞感っていうか良くない状況っていうのが自分の中で影響を受けちゃってるっていう部分もあるのかなって私的には思ってて、で見てくださってる方の中にも同じようにねちょっと最近本当こう下がり気味なんですっていう風に思ってる人とかもいるかもしれないし、私も確実にこう今までね生きてきた動画を休んでる間にね26歳になったんですけれどもすみません、26年間振り返っても絶対に今その休んでた期間がもう人生のこういうね調子いい時と悪い時あったとし、ごめんねこうね調子がいい時と悪い時とあったとしたらもう完全にそこだったなって思う。今までの人生振り返ってもこんなに落ちたことないなってぐらい結構落ちちゃってたなって自分的には思ってて、今日は私のことを一応お話しさせていただくんですけど、それを通してこう同じようにねこうちょっと下がっちゃってる人とか、まあ、今はね大丈夫でも今後下がってしまうことは誰にだってあるかもしれないので、まあ、そういう時にこうちょっとね心が軽くなったりこう私もだけじゃないなっていう風に思ってもらえるような動画にもなったらいいなっていう風に思ってます。最後に動画を投稿したのが去年の10月末のハロウィンの動画なんですけど、そこからまあ1年弱ぐらい経って、きっとこの1年何があったんだろうとか何をして過ごしてたんだろうって思うかもしれないんですけど、本当に私的にはもう下がってた期間だったので、なんて言うんだろう、何もできてないというか、なんて言うんだろうな、沈んでた期間なので本当に起き上がれなくて一日中横になっている時とかもあったし、本当に時が止まってるような期間もねあったんですよ。まあこの期間が丸々そうだったわけじゃないんだけど、本当に一番ひどい時はそういう状況もあったので、なんか結構自分としては大したことはない。まあいろいろね変わったことはあるんですけど、まあ、それは後々とお話しします。じゃあここからは時系列を追ってねちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まずですね最初に遡るのは去年の3月4月5月ぐらいにまで遡ります。去年のそのぐらいの時期って最初の緊急事態宣言とかが出た時期で、結構まあステイホームがすごいガチガチだったというか、まあ割と本当にみんながっつり自粛みたいな感じでこうコロナ流行り始めたぐらいの時だったなと思うんですけど、その時私は結構 YouTube 頑張ってる時期で、結構毎日投稿したりとかいい感じに YouTube 頑張ってた時期ではあったんですけど、こうその時にね私すごいねおうち時間ね大変だけど一緒に乗り越えましょうみたいなですごい YouTube でめっちゃ発信して
ってて、で今度6月とか7月とかなってきた時に、まあ、緊急事態宣言も解除されて、世の中的にもこう元の生活に若干戻りつつあったと思うんですよね。そのめっちゃ自粛みたいなところからテレワークだった人が出社になったりとか、そういう感じでこうちょっとずつね緩くなっていった時期だったと思うんです。で、まあ、でもコロナ自体は全然収束したわけじゃないから、私はまあその時 YouTube しかやってなくて、本当にずっと家にこもれたんですよ。でなんかみんながそういう風にこうちょっとずつね元の生活に戻ったりしてお仕事とか頑張ってる中で、なんか自分もこの YouTube をみんながこう9時から5時定時とかそういう感じで働いてるのと同じようにやるぞみたいな、毎日9時5時でなんか取り組むぞじゃないけど、仕事みたいに頑張ってやってこうみたいな感じで、すごい強く意気込みすぎてしまって、でそのタイミングでもともと住んでたお家よりも結構狭めのお家に引っ越したんですよね。こう新規一点って感じで、ここでこう YouTube めっちゃ頑張るぞみたいな感じで意気込んで引っ越しをしました。それが6月から7月にかけてぐらいの感じだったんですけど、その後7月から7月末とかから8月ぐらいに結構もうその闇が始まってそこが最初のこう下がり始めた時だったと思うんですよね。そこまではこう頑張るぞみたいな感じだったし、結構こう行動的というか、どんどんいろいろやりたいみたいな感じでこうだったんですけど、その7月8月ぐらいからこれが始まりました。下り始めましたまあ多分最大の原因は本当に引きこもってて、ずっと家にいたから太陽の光とか全く浴びない、で人と会って会話をするってこともない、社会との関わりがほぼなかった、何時までにどこに行かなきゃいけないもないから、社会の枠組みの中にいなかったっていうのかななんかうまく言えないんだけど、そういう状況でっていうのが、多分人として必要なものが欠けたんだろうなって私的には思ってて、でさっき引っ越したって言ったと思うんですけど、 1K のねお家に引っ越したんですよ。だからその一つのお部屋の中にベッドもあれば、作業するための机もあるし、ご飯食べるためのテーブルもあるしみたいな状況になって、つまり寝る時もご飯食べる時も YouTube 撮る時も編集する時も全部その部屋の中でやるんですよ。その部屋を出るとしたら、まあ、トイレ行く時、お風呂入る時で、だから本当にその狭い一つのお部屋の中でほとんどの時間を過ごしてて、もう本当にね今客観的に考えたらおかしくなっちゃうよねっていう感じだけど、その当時はもうそこで頑張りたかったし、引っ越したばっかりのお家だったしとか、コロナで自分がステイホーム頑張ろうねとか、おうち時間楽しんで工夫してなんとか乗り越えようねみたいな発信をしてたんだから、自分はしっかり自粛しなきゃっていう気持ちもあったし、もう本当いろんなあれが重なりあって、こう本当にそこに引きこもるっていうことを選んでしまったんですよね。まあ、結構そういう感じの生活を続けていった結果、まあ、見事に病んでいきまして、その頃から結構微熱がめっちゃ続くようになって、なんかこう寝込むほどの高熱ではないんだけど、やっぱ編集とかしたりしてると結構ホテホテしてきちゃって、なんかちょっと辛いっていうか、なんか熱っぽいなって感じがあって、まあ、測ったら37度台前半とかの間なんですよね。高くても37度5分6分とかそのぐらいだし、全然すごい高熱ってわけじゃないんだけど、それが続く、ちょっとした微熱が続くみたいな期間があって、その時には一応病院には行ったんですけど、まあ、結局何が悪いとか、ここが悪いみたいなのは分からず、原因不明って感じのままで終わってしまい、それでちょっと YouTube 投稿頻度落としたかな、確か。なんか家でゆっくり休んでるつもりでも、いつもちょっと罪悪感があって、なんでかっていうと、こう私の場合は家で全部 YouTube とか撮影とか編集するから、サボってる気持ちになるし、私今まで YouTube で日常系を結構上げてて、お料理してるところとか、なんだろう、家事してるところとか、こうご飯食べる時とか、こう何でもね、ほんと生きてる全てをコンテンツにしてたじゃないけど、なんかそういう Vlog 系とかも多かったからこそ、何もカメラを回さないで美味しいもの食べようってなったら、これ動画にもできるじゃんっていうのもあるから、そういう風にこううまくオフの時間を自分の中で取れなくて、罪悪感となんか
自分を責める気持ちみたいなのがめっちゃずっとあって、その頃から結構私が自分が HSP だと気づきましたみたいな動画を上げたりとか、あとこうしんどい日の自分に優しい過ごし方みたいな動画を上げたりとか、そう気分が下がってていつもみたいに元気に動画が撮れないけど今の自分で無理なく撮れる動画っていうので結構そういう動画が出てたんだなって思います。で9月に入ってからも順調にこうねどんどん下がっていってたんですけど、順調じゃないですけどね9月半ばぐらいに一旦休んでみようかなって思って9月いっぱいお休みしますっていう風にこう言ったんですよね。で10月からまた再開しますっていうのは言ったんですけど、結局そういう状況に自分がなっちゃってた場合、たった半月休んだだけじゃそんなに状況って変わらないっていうか、自分自身も9月その半月休んでた間も多分横になってる時間がほぼほぼだっただろうし、だから結局なんかもう今は本当に何もできない、起き上がれない、だからちょっと休もうって言って休んでたみたいな感じだったから、正直そんなにその半月それをやったところでじゃあ10月からよし切り替えるぞってできるかって言われたら、10月になってもちょっと無理やだ無理って なるわけですよ。だから10月から一応開始はしたんですけど、結局10月に入ってもなかなか上げられなくて、で10月から再開しますって言ったものの結局10月に2本しか上げれなくて、まあその2本を最後にこの暗黒の休止期間に入ってしまうわけなんですけど、でここでねちょっと誤解されたくないので一応言っておくと、私は YouTube 自体が嫌なんじゃなくて、本当は大好きな YouTube を全然楽しめなくなるような精神状態というか健康状態になってしまったっていうだけで、だから私自身はそういう状況になっても絶対に YouTube をやめるっていう選択肢はなかったし、 YouTube 自体は大好きだし動画撮るのも編集するのもめっちゃ好きだから今後もずっと続けていきたいし、その本当はやりたくないけど無理にやってるとかではないっていうのはね分かっていていただきたいなと思います。私の中で10月から再開しますとは言ったものの、多分無理して動画を上げてもきっといい動画作れないだろうし、自分にね優しくしつつ無理のない範囲でこう動画撮っていきたいなって思ったんだよね。ね、そう思ったんですよね。だから結構その正直10月に入ってからもこう自分がきついなって思う時はできるだけ無理して動画回したりとかしないでこうマイペースにねやってこうって思ったんですけど、それをね10月に入った段階で言えばよかったなって今となっては思うんですよ。なんかこうあらかじめ今ちょっとこういう状況だからその10月からは本当に自分のタイミングでマイペースに動画投稿していきますと、今までと比べたらかなり減っちゃうかもしれないけどマイペースにやってきますってちゃんと言えばよかったなって思うんですけど、その時は本当に自分の中だけで決めて、特に YouTube の動画だったり Twitter とかインスタとかそういうとこでこう宣言するじゃないけどそういう風に前もって言うってことはしなかったんですよ。なんでかっていうと、私 HSP だと自分が気づきましたみたいな動画を出した時に本当にそれから結構ね心配してくださる言葉をたくさんいただいて、そういう言葉をかけてもらえるっていうのは本当にありがたいし、なんか嬉しいな幸せ者だなって思うんですけど、なんかその一方で私自身が YouTube とかその生配信とかしてこういろんな見てくださってる方にこうちょっとでもね日々嫌なこととかあってもこう楽しめる時間を提供できたらなとか、気持ちがプラスになるようなものをこう提供したいなというか与えていきたいなってね思ってたわけなんですけど、なんかその時の状況としては私が励ましたりする存在になりたくてこういう活動してるのに、なんか私ばっかり励まされててなんか心配かけちゃってるなっていうのがすごい感じてて、別にそんなことを思わなくてもいいのかなって今となっては思うんですけど、なんかその時は本当に自分を責めて責めて責める時期だったので、なんか本当になんか辛くて、なんか私が元気与えたくて YouTube とか頑張ろうって思ってたのに心配かけて私が励まされてみたいな、なんか情けないな自分って感じになっ
ちゃってて、もう本当に何をやっても自己嫌悪みたいな時期だったので、そんな自分が本当に情けないなっていう感じで許せない気持ちもあったから、動画で今こういう風にちょっと私メンタルが結構落ちてるので動画の投稿がゆっくりになりますみたいなこととかをもし言ったらさらに心配をかけるだろうなって思ったし、例えばこう自分的に元気になってきて調子いいから今日はたくさんあげちゃおうみたいなテンポよく出せた時も、え、無理してない、大丈夫ってなっちゃうだろうなって、こう動画自体を純粋に楽しんでもらえなくなっちゃうのかなとか思って、だからこれは言わないで、あくまでも私はこう自分的に今元気だなとか調子いいなって時に動画を撮って、でこう自分のタイミングで出してこうって思ったんですよね。なんか結果的にはそれが失敗だったなって思ってて、なんかやっぱり10月から再開するって言ってたのに結局月に2本しか動画上げなくて、なんか再開するって言ったのになんかそれだけかよじゃないけど、やっぱ本当に心配して気にかけてくれてた方からするとどうしたんだろう、なんでこんな少ないんだろうとか、なかなか動画上がらないなとか気にかけてくださってる方からしたら、きっとたまにポンってこう普通に動画が上がったりすると、な、何やってんのじゃないけど、なんでこんな少ないのって、たまに上がる動画普通にヘラヘラ元気そうにしてるしみたいな、なんか、うん、まあイライラするというかするのかな、まあわからなくはない、そういう気持ちも、うん、そうかもなって、そう思われてもしょうがないかもなって思う。なんかもうがっかりしました的な感じのことを言われちゃったりもして、気にかけるのもバカバカしいので見切りつけようと思いますじゃないけど、もうチャンネルも外しますみたいな感じのコメントが来た時は、なんか本当に自分自身もさ、月自分にいくら優しくしようと思ってもさ、2本しかあげれなかったこととかはさ、こんなあげれなかったんだっていう、本当に今自分そんな状況なんだなっていうのもショックだったし、なんか自分自身も結構自分を責めてたからこそ、そういう風に言葉が来た時にもう涙止まんなくなって、もうあーもう無理無理ってなって、なんか心配かけたくないからとかそういう感じでなんか言ってるけど、なんか私結局なんかがっかりさせてんじゃんっていうのもあって、なんかあーもうどうしたらいいんだろうなって感じで、もう思考停止みたいになったのが11月以降なんですよね。もうなんかあーもう私何やってもダメじゃんじゃないけど、もう何もできないよみたいな感じになっちゃった状態で動画が上げられなくなってしまったっていうのが、本当のところというか、そういう感じだったので、まあそんな感じで本当に屍のように生きていたすごい矛盾だな、屍のように生きていたのがそこから数ヶ月ですかね。で実は今ね、背景で気づいた方もいるかもしれないんですけど、実はもうその家がそんな感じで屍生活だったので、そこにいるだけでも自分的に気持ちが落ちちゃうなっていうのもあって、今引っ越しておりまして、その引っ越しをしたのが年明けぐらいだったので、まあそのぐらいからこうね、少しずつ少しずつ回復していって今に至るっていう感じです。多分こんなに長いこと休むんだったら最初に休止しますってちゃんと宣言した方が良かったってじゃないかって思う方もいると思うし、私自身もそうできるならした方が良かったなって思うんですけど、もともとね、もうこれから1年ぐらいちょっと一旦お休みしようって思って動画を上げてなかったわけじゃないし、この休んでいた1年弱の間、その間も、あ、もう今は休む時って思って休んでたわけじゃなくて、こう常に次の動画どうしようっていうのは私の中にあって、こう、まあ、最初の頃とかはもう思考停止しちゃって動けなくなってる時期もあったけど、ここ数ヶ月とか、まあ、あの引っ越しした後とかからは本当に何回もこの日再開動画上げるみたいな、自分でもなんか見ると切なくなっちゃうんですけど、2月19金曜日再開動画とかあるし、なんかこの日にラジオ撮ろうとかもなんか書き込んでるんですよ。でも結局それもなかなかこう再開動画どうしようっていうので悩んじゃったりとか、あとその日にね、その撮影しようと思ってた日に完全に回復しきってたってわけじゃないし、気持ち的にもあんまりちょっと自分にね、カメラ向けて、カメラに向かって喋るって結構やっぱハードル高い部分もあるので、なんかちょっとそんなこと今できないってなっちゃって撮れなかったりとかで、まあ結局そうすると予定が狂って、この日にあげようと思っていろいろ予定組んでたのに、まあそれもまたできなかったっていうので、またちょっと自己嫌悪になっちゃったりとか、まあ、そんなのを繰り返しながら結構数ヶ月間あの再開動画出そう出そう出そうと思いつつ長引いてしまったっていうのがあって、本当に自分でもこんなになるつもりじゃなかったというか、こんなね9月とかになる予定は本当になかったんですけど、
だからちょこちょこツイッターだけ発言したりとかしてたのは、本当にその時はもうすぐ動画出すつもりでツイートしたりとかしてたんですけど、出せなかったりとか、もう本当に申し訳ないなって思うんですけど、なんかそんな感じで屍期間があって、まあ、引っ越してからが主に徐々にこう回復してきたけど、再会の動画やっぱ久しぶりだし、どこまでこう話そうかなとか、ちょっとねなんかこうセンシティブな内容でもあるのかなっていうのもあったから、なんか嫌だったし、あとなんか自分自身がなんかこう今後いろいろ頑張っていきたいって思っている中で、こういう風に動画を出すことによって、こう私のことをなんかメンタル弱い人みたいな感じでレッテル貼られちゃうのも嫌だなみたいなのもあったから、なんかどこまで話そうかなとか、どこまで深刻な雰囲気になっちゃうんだろうとか、なんかもっとポップになんかちょっとだけ体調崩してましただけで、もう普通に今日から再開しますだけの方がいいのかなとか、もうほんといろいろ考えてるうちにもう全然動画撮れなくなっちゃってっていうのもあるので、今日はね割とねもうノープランでポンって撮っておりますもうね私はいろいろ考えてもダメだと思って、もうありのままこう、なんか正直にねやっていくのが一番私には合ってるのかなって思って、なんかまあ割とこういう感じで腹割っていくスタイルで今後もねできたらいいなって思ってます。で、今後の YouTube についてなんですけど、今回の件を通して、まあ、私は本当に自分の大好きな YouTube を失うっていうのはかなり辛いことだから、自分が一番楽しくできる形で YouTube を続けていきたいって思ってまして、本当に楽しくやりたい。私の中ではあの YouTube 本当に自分の人生をこう映していきたいなっていう気持ちがあるので、こう長く続けていきたいからこそ意気込みすぎずにっていうか、私は自分に合ってるであろうマイペースなやり方で自分が最大限楽しめるようにやっていこうかなと思います。これからはねのんびり自分らしくやっていけたらなって思うので、まあ本当に何だろう、やる気があるときはめっちゃ動画上げるかもしれないし、疲れ気味のときとかは動画ちょっとね投稿空いてしまったりとかするときもあるかもしれないけど、自分のことを嫌いになったり、 YouTube 大好きな YouTube を楽しめなくなったりするぐらいだったら休めばいいやって感じでこれからまたのんびりゆるく楽しくやっていけたらなと思っておりますので、本当にたくさんの心配をかけてしまって申し訳ないし、もうね私のことなんて忘れ去ってる人もたくさんいるっていうのも分かってるし、まあ、この期間でね結構私にがっかりしちゃった人とか、まあ、いるかもしれないんですけど、そういう方針でこれから YouTube をやっていけたらなと思ってるので、ふーちゃんともどもよろしくお願いいたしますね。ふーちゃんかわいいね。というわけで長らくお話に付き合っていただいて本当にありがとうございました。このこういう時期なんでね、本当にたくさん同じようにね悩んでる方とか、結構メンタル落ちちゃってる人とかいるんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり、人っていい時も悪い時もあるから、今悪くなっちゃってる自分も人生でこう波がある中のここの一部っていうことだから大丈夫、絶対にまたねいい時は絶対に来るはずだし、この今落ちちゃってる自分が本当の自分なんだとか、本当の自分はこんなダメなやつなんだみたいに思わなくても大丈夫。誰にだってそういう時期ってあるし、本当に今めっちゃバリバリ人生絶好調みたいなやってる人だって、何かをきっかけにねこうなってしまうことってあるし、もう本当にそんなのね誰がいつそうなるかも分かんないようなことだと思うので、自分を責めたりしなくても大丈夫だし、やっぱりどんなに人から優しい言葉かけてもらっても、自分自身が自分のことを認めてあげたりとか、自分自身のに優しくしてあげたり、あと自分のこと許してあげるみたいなのをできない限り辛いところから脱するのって難しいんじゃないかなって思うから、そういう風に落ちちゃってる時は本当に自分に優しく、ある種諦めるじゃないけど、今はこういう時期なんだなっていう、でそういう時期って誰にでもある、絶対に下がる時期ってあるんだから大丈夫大丈夫っていうのでね、本当に大丈夫だから、そういう感じで頑張りましょう。頑張らなくていい矛盾。こんな時代だけども一緒にね生きていきましょう。久しぶりにあれやろうか。動画見てくれてありがとうございました。バイバーイ